ほら、何しとんじゃ。コウスケさん、ゴープロ落として。さい。にゃはまー。おはようございます。6時でーす。もうまたとりあえず連絡します。はーい。おはようございます。ただいまの時刻5時55分です。毎日朝6時からバイトが始まるので、それの風景をちょっと撮っていきたいと思います。 Let's do this shit。 うん、はい、皆さんおはようございます。もう元気いっぱいですということで、ちょっと暗いかもしれないんですけど、こちらに見えるのが私の仕事場のオフィス、ファシリティっていう仕事場のオフィスになります。こちらはそのファシリティの中のグラウンズキーパーっていうところで働いてますんで、こっちのちょっと大きい建物がショップっていうんですけれども、ここが基本的に朝集合する場所になっていて、ここからカートだったり道具だったりをピックアップしていく場所です。はい、さっきからな、どんぐらい経ったんだ、2時間ぐらいか、1時間ちょっとか。だいぶすっきりしていきましたね。こんな感じで、特にこっちとかは結構もう結構すっきりしてきたんで、次トリマーでこれをちょっと丸くしていきたいと思います。はい、午前中というか一つ目が終了しました。今から休憩なんですけど、オフィスオブダイバーシティ&インクルージョンっていうオフィスがあるんですけれども、そこで休憩を取りたいと思います。本当はファシリティのオフィスがあるんでそこで休憩できるんですけど、コロナの影響でちょっと建物の人数制限とかで入れなくなったっていうのもあったりしたんで、ここで休憩してるんですけれど、あともう一つ理由があって、ここビッグカップボードって言って、いろいろ食べ物があってフリーで持って行っていいんでっていうのもあって、ここでいつも休憩取るようにしてます。あ、一人でブツブツ喋ってます。まず基本的にアメリカでのバイトについてちょっと話したいと思います。アメリカに留学する場合は F1 ビザっていうのを取得して、学生ビザですね、いわゆるもう取得してアメリカに来るんですけれども、学生ビザっていうのは基本的に本当は働いてはいけないんですけれども、キャンパス内、オンキャンっていうんですけれども、キャンパス内は例外で、キャンパス内だけであれば働くことができるんですけれども、私のバイトは、夏はフルタイムなので40時間、セメスター中はパートタイムになるので、19.5 時間がマックスなんですけれども、それだけ働くことができます。で、私のバイトは大きい管轄
つがファシリティというところなんですけれども、その中のグラウンズキーパーっていう仕事をしてます。他にもカストーディアルっていう清掃員、あとはペインターっていう壁の塗装をする仕事もできたりするんですけれども、そういうような学生ができる仕事で言えばその辺ですかね、があったりします。で、私のバイトは今 10.25 ドル、時給 10.25 ドルですね。なんでまあ日本円で1100円ぐらいにはなりますかね、多分。で、多分他のバイトよりも高い方だと思いますね。ここからタックス、税金が1ドル、時給に対して1ドル引かれますので、まあ、時給 9.25、まあ、約1000円ぐらいっていう感じですかね。で、ネブラスカの最低賃金が9ドルなので、で、他のバイトの、日本人でも他のバイトやってる人たちいるんですけども、その人たちの話聞いてると時給、9ドルとか10ドルぐらいだったりするんですけれども、タックス税金で2ドルとか引かれたりするんで、実質8ドル7ドルとかしかない人結構いたりするんで、だいぶ高い方だと思います。私の通ってる大学内であれば。アメリカに留学したいって思っている留学生で、アメリカではバイトできないであったりとか、キャンパス内でもバイトできたとしても、もう本当にビビたるものにしかならないって結構思っている人いたりするんですけれども、全然そんなことなくて、アメリカ内で働くことできますし、その何ですかね、別に日本人だから、アジア人だから働けないとかっていうこともないです、全然。大学内で言えば、私の管轄ファシリティ内では、2、3種類の仕事があるんですけれども、学校内で考えるとスタバだったりとか、サブウェイだったりとか、カフェテリア、あと図書館でも働きますし、ジムだったり、フォトグラファー、私まあフォトグラファーの仕事もしてるんですけれども、とかいろいろ、もう本当数え切れないぐらいありますんで、バイトのチャンスも全然ありますね。で、大学、アメリカのバイトだけじゃなくて、普通に仕事での給料の支払いの方法も大体同じだと思うんですけど、大体2週間に1回支払いされます。月に1回じゃなくて。なので2週間働いたら、その会社によったりとか企業にもよったりすると思うんですけど、大体木曜日に給料が出るんですけれども、だからまあ2週間40時間フルで働けば80時間になりますんで、大体給料が700ドルぐらいですかね。って考えると1ヶ月で1400ドル、夏に関してはですよ、40時フルタイムで働けるんで、夏に関しては月で1400ドル15、6万だから稼ぐことができますね。こら、何しとんじゃ、何しとんじゃ。水の中で喋ってます？あー、了解です。はーい。いや、もういいべ、だるいんすけど。仕方しろよって言われたんで仕方したらこのざまですよ。オートペイみたいな感じで引き落とされたんですよ。しかもクレジットから引き落とされたんで、昨日だからクレジットカード会社に電話しましたもん。俺やっちゃっていいっすよね、ですよね。じゃあこのモルチをあそこのトレーラーに乗せていきます。こいつ使って。結構この仕事いろんな機械使ったりするんですけど、これとか、あとまあ芝刈り機もそうでした、乗るタイプの芝刈り機も使ったりとか、結構資格とか免許とかは取れないんですけど、いらないですし、まあ取ることはできないんですけど、まあ、結構ためにはなります。やっぱこれ楽しいですね。どこじゃ。どうしたんですか。家を取らせない。何もなかった。めちゃめちゃ吹いてますけど。これを家に使え。まあ、もっと石に入ってっからね。あ、ほなっか。使えるような入ってっから。ちゃんと取れてるかが問題ですけど。ちゃんと取れてるかつ取れてないかもしれない。そのうちは。見たらわかる。すごい振ってくれてありがとうございます。いや、あの取ってるんですけど。ゲームしたい一緒に。そこ。さあ、使えるかな今の発言は。10個違いますよね、多分。ちょうど今おじさんって言ってくる。なんか、おじさん本当に使う。すごい真顔になった。
just like a mundane Sunday. Nothing's changing, trapped in here. Just gotta break away and leave the old back in there. Come on, let's go. 1, 2, 3, 4. We're gonna start a revolution. Every day a new solution. Gonna smash it. Kosuke-san, GoPro 落としてすいませんでした。